皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはゴルフに力は必要なしということで、飛距離アップは誰でも目指せますということでですね、やっていきたいと思います。ゴルフのスイングで、必要になってくるのはこのスイング中の脱力感、そしてクラブヘッドの重さをしっかりと感じられているかどうか、これポイントになってきます。どうしてもですね、力がある方はもう力入れてもボールは飛んでいくと思うんですけども、力がない方というのは力がないのに必要以上にこうギュッと力を入れすぎてしまって、ギュッとこうクラブを振ろうとしてしまいます。こういう方はですね、飛距離がどうしても距離が出てきません。今回ですね、用意していただきたいのは1枚のこうタオルを用意してください。1枚のタオルを用意していただいて、グリップにこう巻いて実際にボールを打っていきます。で、このグリップにこうタオルをですね巻いて打つことで何がいいかと言いますと、グリップにですね力が入れられなくなってきます。このタオルを押しつぶさないようにですね、柔らかく握る感覚というのがですね湧いてきます。そしてこの柔らかく握っていることで、このクラブヘッドの重さ、そして脱力感ですね、ヘッドがここから走ってくる感覚というのが養われます。またこのメリットとしてはですね、ヘッドの重さを使いながら上げるということはですね、体の回転、この可動域が広がってきます。どうしても力が入っている状態でバックスイングを上げようとしてしまうと、体に力が入っているので体がここまで回るのにこのぐらいしか回らなくなってしまって、バックスイングの小さい飛ばないスイングになってしまいます。なのでですね、とにかく脱力をしてしっかりと大きくヘッドを回す、大きな円を描いてボールを飛ばすといった練習をしていきましょう。はい、こうタオルを巻いてですね、まあ、普通上いつも通り握っているグリップの形で握ってみてください。手がですね小さくて握れないっていう方はですね、ちょっとタオルの巻きをちょっときつめに巻いて細くしたりとかですね、小さいタオルを使って練習するようにしていきましょう。まあ、自分に合ったですね、この感じで握れる感覚をまずはタオルで巻いて作っていきます。はい、実際にタオルを巻いてまずは素振りをしてみてください。こう実際にですね、タオルを巻いて素振りをしてみると、意外にこんな軽く握るんだなっていうことに気がつくことができます。はい、素振りでですね、このヘッドの重さが感じれるようになったらですね、実際にボールを打っていきます。それでは一度ゆっくり打ってみたいと思います。このようにですね、ゆったりとしたスイングで結構です。なのでまっすぐですね、ボールが飛ばせるようにこのタオルを巻いた状態で何度も練習をしてみてください。これで練習することで本当にですね、ヘッドの重さであったりとか、このスイングのバランスが非常に良くなってきます。ぜひですね、皆さんこのタオルを巻いた練習方法試してみてください。はい、以上で本日のレッスンも終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。